こんにちは、ゆうたです。今日はですね、ディストリビューションという言葉について、3分ぐらいで説明をしたいなと思います。はい。ディストリビューションというのは一言で言うと、Linux の、カーネル部分プラス、その周りとそれに付随する、ソフトウェアを含めた、Linux の配布形態のことを言います。っていうのは、Linux っていうのはカーネルという、Linux 各 Linux に共通してある部分があります。はい、で、それにいろんな、ソフトですねっていうのが、出来上がったものを、まあ、僕らが使ってるんですね。はい、でその、種類というのが、まあ有名どころ2つです。まあ、フェドラー系、デビアン系と言ったりするんですけれども、例えて言うとですね、そうですね、車とかもそうなのかな。同じエンジンを使っているけれど、例えばその外装のハンドルが違うだったり、なんていうのかな、そのミラーっていうんですか、まあ、いろんな部品が違うものっていうのを、例えば、例えばホンダの A カスタム、 B カスタムみたいな、でその例えば通称なんとかみたいなことをしているのかなとか思うんですけれども、そういう感じで Linux もですね、そのいろんな、そのカーネル含めたいろんなソフトが融合した一個、集合体になります。まあ、それがディストリビューションです。はい。でまあ簡単にですね、今回はそのフェドラー系、デビアン系の違いをちょっとだけ説明したいなと、その説明もしたいと思います。でまあ、フェドラー系っていうのは、主に Ubuntu という OS が有名です。デビアン系っていうのは Red Hat、Enterprise Linux、または CentOS というのが有名です。はい。でそのそれぞれの特徴なんですけれども、フェドラー系は、まあ、使いやすい GUI ということで、Windows になるべく近づけた形の、GUI のその操作デスクトップ画面っていうのをに重きを向いて、開発しているディストリビューションです。はい。で一方そのデビアン系、まあ、レッドハットだったりセント OS っていうのはそのまあ高品質なサーバー OS を目指しているというところで、まあ、このレッドハイ RHEL、 このレッドハットっていうのがその商用 Linux といって、その世界各地で動いているサーバーで、業務で使う Linux サーバーっていうんですかね、っていうのは、まあ、ある一定以上の大企業とかになると Linux サーバーはほとんどこの Red Hat を入れることになります。というところでその Linux 業界だとその高品質、最も高品質なところを目指しているんですね。はい。でその OS の中身を見てみると、さっき言ったそのカーネルを取り巻くソフトウェアの違いというところで、一番有名どころなのが、まあ、コマンドがちょっと違うんですね。まあ、パッケージ管理コマンドといって、インターネットからソフトをインストールしてくるコマンドがあるんですけれども、それがまあフェドラー系 Ubuntu とかだと apt コマンドってやつ、 apt get とか apt install とかですね。デビアン系だと yum コマンドといって yum install だったり yum update とかっていうのが微妙に違います。なので割と僕はこっちのなんですかね、CentOS、 Red Hat の方をずっといじって
て、たまにこっちも使ったりするんですけれども、あれインストールどうやるんだっけかなっていうたまになったりします。はい、というので、ディストリビューションという言葉と、まあ、どんなディストリビューションがあるかというご紹介を説明させていただきました。5分30秒ぐらいになっちゃってますね。はい、すいません。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録お願いいたします。また見てね。